者も健常者も同じ立場でプレーができる競技というところが魅力です。一つのボールを6人でつなぐという素晴らしい競技だと思います。ネットが低い分ボールのスピードや迫力が速いので、見てる方もやってる方もそれを感じれるスポーツだと思います。障害者スポーツが教育の現場に入っていけたらいいんじゃないかなというふうに思っております。そして、シッティングバレーもこれからもっともっと、広がっていく、そんなスポーツだと思います。